まさに政界のハンニバル、小池理子知事の本当の恐ろしさはここからだ。実は立憲民主党さんも涙目になるかもしれない。今日はその理由を解説します。はい、こんばんは。参議院議員の音喜多駿です。チャンネル登録やいいね、コメント、高評価での応援をよろしくお願いします。10月の2日ですね。10月の2日に収録をしております。今ちょっと石川県金沢市の応援から帰ってきたところでありますけども、昨日、小池新党、国政、都民ファーストの会の国政進出がですね、正式に表明されまして、記者会見4日と申し上げたんですけども、明日3日にもう記者会見をするということでございました。まあ、予感がね、当たってしまったというか、まあ、ずっと前から言っていたことではありますけども、実際これ実現してしまうとですね、まあ、当然、我々、日本維新の会としてもですね、他の野党としても、かなり苦しい展開になるのでね、相手は選べませんから仕方ないことですけども、まあ、今日は、ほんと問い合わせの電話が私も、なりっぱなし、まあ、メディアからの取材も含めてですね、まあ、いろんな方からご連絡をいただいていたところでございます。で、まあ、積極な話ばっかしてもしょうがないじゃないかと言われるんですけども、まあ、これね、どういう動きがあるのか、わからないとですね、なんか政治難しいなとか、まあ、政治家って何考えてるかわからないという話にまたなりますんでね、まあ、この YouTube チャンネルではこういう積極の流れについてもですね、できる限り解説をしていきたいと思いますので、まあ、今日はこの小池新党の動きの昨日の続き、もう少し詳しくお話をしていきたいと思っています。で、実はまあ、この、まあもちろん我々ね、第三局として維新の会の票というのは、まあこれは都民ファーストの会、小池新党が来れば当然食われることになって厳しい立場なんですけども、まあ立憲民主党さんも戦々恐々としてるというか、もうこれ小池新党が来たらお通夜状態に涙目になってしまうんじゃないかと、まあいうことがですね、もう、今、地上に、議論になっております。で、まずね、今回、この小池新党のできた背景というのを振り返ってみたいんですけども、昨日の YouTube では、要はこの自民党内の事情をお伝えしました。まあ、岸田文雄さんが自民党の総裁選に勝ってですね、で結局この世間の期待がしぼんだと、なんか河野太郎さんとか高市さんとかがなんか自民党とか政治を変えてくれるんじゃないかっていう期待がすごく高まったところで、結局ですね、まあ、党員や国民の期待は裏切られて、まあ、国会議員票によって無難な岸田文雄さんが選出されて、まあ、しかも、まあ、幹事長に早速ですね、まあ、口利き疑惑のあまりさんとか古い政治の象徴のような大物政治家を自民党の幹部幹事長に投与してあもうこれは自民党変わんねえなと、まあ、政治は変わんないなということで急に期待感がしぼんだと、まあ、そして小池さんとパイプがあってそしてつまり小池さんをある意味ではつなぎ止めていた鎖だった二階さんも失脚をしてもう小池さんが中央政界に戻ると自民党に喧嘩を打って中央政界に戻るという、まあ、そのお膳立てが整ったというふうにこの与党側の自民党の内部の事情というのはまずあるんですけども、実はもう一個ですね、この舞台装置があってですね、野党側の事情なんですよ。野党側の事情というのは、立憲民主党と共産党が、この間、閣外協力で合意をしたということが発表されました。まあ、これ、憲政史上初めてですね、共産党とここまで踏み込んだ、この提携をね、協力体制を組む政党が出てきて、それが野党第一党だということに、私は非常にびっくりしたわけですけども、まあ、これでですね、立憲民主党さんがもう共産党化してしまったことで、まあ、これはもう政権交代で受け皿にならないことが明白になったわけですよ。もう、なんでしょう、政権批判の、万年野党としてはいい、それでいいのかもしれないですけども、本当に政権交代しようと思ったら、いまだ共産主義を、諦めていない生産手段を社会化するとかね言ってる方々と組めるわけないですからこれでもういやまあ自民党はダメだけど野党政権交代する野党はどこにっていう人たちがもう完全に行き場所がなくなったわけですよね。でこの事情によって小池知事が付け入る隙が完全にできたわけですよ。自民党もダメ、まあ、結局岸田さんと甘利さんとか古い政治家ばっかりで自民党ダメだ、あじゃあもう今回じゃあ立憲にしとくかって言ったらうわ共産党と手組んじゃったこれとんでもないこっちなんか表入れらんないよというですねまさにこのフィジカルスペースこの隙間ができた。ここに小池知事がヒュッと入ってくる。さらにもう一つね与党側の事情野党側の事情と最後の舞台装置は新型コロナウイルス、まあ、この感染状況は非常に拡大期だったらさすがの小池知事といえどそれで今都政投げ出して出馬するとかね都民ファーストの会が本来都議会に専念すべきなのに国政審査がそんなことはもう世間の猛批判に受けてですね立ち上がんなかったと思いますけども、まあ、この10月もう、まあ、菅さんはこのコロナのタイミングで完全に横浜市長選挙が重なってしまって、まあ、市長選挙惨敗して総理の座をですね政権の命を失ったわけですけども逆にこの小池知事都民ファーストの会はちょうどこのアクションを起こすタイミング自民党と岸田総裁の誕生、二階さんの失脚、そして立憲民主党と共産党が手を組んで閣外協力を発言、そしてそのタイミングでコロナが収まっているということで、もうすべての天運がですね、すべての条件のパーツがカチカチカチと揃ってですね、どれか一つでも欠けてたら、小池知事と都民ファーストの会は国政進出しなかったと思うんですけども、まあ、これでですね、小池知事と都民ファーストの会が国政に行く道が開けたと、まあ、この鍵が開いてしまったわけですね。まあ、これでまあ、小池知事は国政に打って出る、ということでなんですけども、まあ、昨日からもう深夜からですが、国民主党との連携ということが取り沙汰されています。まあこれは連携するんだというふうに思います。なんでこの首都、東京都内では都民ファーストの会がやって、全国的には国民民主党と連携するのかとか、まあちょっと具体的な形が見えないですけども、これがどういうことかというと、
要は連合さんなんですよ、連合。まあ、この労働組合の方々が、あの国民民主党、立憲民主党のね、あの民主党系の母体なわけですけども、この労働組合というのは基本的にですね、共産党と不具体験の敵、もう関係が悪いわけですよ。だから共産党と組むなと、まあ、一定の距離を置け置けということをずっとこの連合は、神津会長とかがですね、ずっと枝野さんに釘を刺していて、立憲民主党と共産党が近づくことをよろしくないと思ってたわけです。で、この、今回、その連合の忠告を無視して、釘を刺しまくったのを無視して、枝野さんが閣外協力に踏み切ってしまったんで、もう連合はね、もう、ぶち切れてるわけですよ。立憲共産党何してくれてんのと。もう立憲共産党何してくれてんのと。そんなんじゃ応援できないよと。ということで、連合もですね、特に連合東京なんか、もう都議会議員選挙の時からもう苦々しい思いを、共産党とね、立憲民主が手を組んで、国民民主は議席取れなかったと。連合東京が応援した国民民主は議席取れなくて、なんかリアルパワーは共産党だったとか言われて、もうコケにされてですね、連合東京はめちゃくちゃ怒ってると。だからもう別の政党を支援してきてしょうがない。まあ、この連合がですね、やっぱりこの小池新党の動きを後押ししてるわけですよね。ですからこの、立憲民主党が期待しているこの連合票。まあ、言うても、東京でも弱くなったら言うてもまだ一定数の票がありますし、全国的にはまだまだ組織力がある、この連合がですね、丸ごとこう立憲民主党から離れてですね、小池知事の側に行ってしまう、小池新党と国民民主党の側に行ってしまうということで、まあ、これはね、立憲民主党が相当弱体化をするんじゃないかという読みもあるわけです。まあ、ただね、まあ、連合と国民民主党と、もちろんこの小池新党の連動がどこまで、成立するかというのは不透明で、特に小池知事がね、やっぱり先頭に立って出てこないと、つまり出馬をしないとですね、なかなかこの連合とか、国民民主党もがっつりと協力するということは難しいというような観測もあるみたいなんで、まあ、結局はですね、明日の記者会見を見て、小池知事が世論の反応を見てですね、本人が打って出るか決めるのは、まだもうちょっとあと1週間、2週間、様子見るでしょうから、これ大将が打って出るかどうかで構図は決まるわけですけども、まあ、ここで、小池知事が本当に出陣する、もう都知事職を投げ出してですね、衆議院選挙に挑戦をするようなことになればですね、まあ、これは、まあ、立憲民主党さん、まあ、当然第三極同士である維新の票も食われるのはもちろんのことを、他のもう立憲民主党とかです。この、の、まあ、票もぐわっと食っていってですね、かなりこう、旋風を巻き起こしてしまうんじゃないかという、そういう可能性があるということなんですよね。で、まあ、ちょっと昨日ブログにも書いたんですけども、対立軸もね、すごく今打ち出しやすい環境なわけですよ。まあ、自民党の総裁選で、やっぱり自民党の政策がある意味明らかになったところ、要は原発はやっぱり脱原発できないし、まあ、女性活躍というのも結局なかなか、まあ、女性候補は出たけど、結局総理は男性になったとかですね。で、その選択的夫婦別姓とか同性婚とかについても、結局はなんかいやまだ議論が必要だとか、で国民的な理解が高まってないとか、結局やらねえじゃないかみたいな、まあ、こういうで、ね、なんか明らかに自民党じゃ変えらんないポイントっていうのが出たところ、反対を受けばいいわけです、小池知事は。だからどっち、4人で言うと野田聖子さんの主張、まあ、選択的夫婦別姓とか同性婚はもう完全にもう OK だし、まあ、野田さんもちょっと慎重とかありましたけども、まあ、こういう多様性も OK だし、もう脱炭素社会、もう脱原発もやりますと、これも私がじゃなくて持続可能性、多様性みたいなですね、まあ、いわゆる本当の緑の党ですよ。なんかこうリベラルなね、欧州には緑の党っていうね、結構左派の政党が、結構人気があって一定の勢力を持ってるわけですけども、ついに日本にも本当に、まあ、小池知事のこのグリーンを基調とした緑の党ができてですね、左派的な主張でも、なぜこの左派的な主張を今回小池知事ができるかというと、まあ、立憲民主党が共産党化しちゃったからですよね。この左派のポジション、左派的な主張で、まともな有権者が入れる。共産党なんか無理だよ。でも、左派のリベラルな私の気持ちを受け止めてって思ってる人たちの受け皿になる政党が今すごく求められてるので、ここにも政策的なスペースが空いてると。まあ、小池知事持ってますよね。こんな環境が整うことなかなかないと思いますよ。まあ、だからね、私はなんだかんだ言っても小池知事は出てくるというふうに思ってますけどね。まあ、それ外れることを祈ってますけども、まあ、やはり、政界のハンニバル。もう、この小池知事はここぞという時には隙は見逃さないので、このだけの舞台装置が整って、そして政策軸的にも空いてるスペースがあったら、小池知事がね、これ、蹂躙してボーってこう暴れ回ってしまうんじゃないかという、そういう予感がしてるというのが、私のこの10月2日時点の感想でございます。だからね、これまあ、立憲民主党さんの自爆なんですよね。ちょっとツイッターにも書きましたけども、やっぱ1たす1は2にならないというか、共産党と組んじゃうと、その、共産党の票がそのまま、そっくりそのまま共産党さんの分がプラスになるわけじゃないという典型事例で、やっぱこれ連合東京さん、連合さんの怒りを買って、これ東京だけじゃなくて全国に派生していく可能性もあるみたいですけども、まあ、連合が離れてしまって、そして国民民主と小池新党を焚きつけて、そっちの新党に乗っかろうとしているということで、共産党へって連合を失うみたいなね、まあこういう状況になっていますので、まあ、立憲民主党もかなり仲が、ごたごたしてる、かなり戦々恐々としてると、まあいう事情みたいですのでね、まあ本当どうなるか分かんないですね。だから明日の記者会見ですね、まず。本当どんな内容なんでしょうか。候補者まで発表するのか、まあ党綱領とかね、政策をある程度発表するでしょうけども、今私が申し上げたようなこの空いたスペースのところに突っ込んでくるのかどうか、まあこのあたりも含めてですね、まあ、しっかりと注視をしていきたい。そしてもうこれをね、どうテレビが取り上げるか、まあこの組閣人事一緒くたになってるところで、まあちょっと野党側のね、ニュースが足りないと思ってるメディアが面白おかしくやっぱ取り上げてしまうとですね、小池知事にこう風が吹いてですね、待望論みたいなのが巻き起こって、そして
待望論を受けてですね、小池知事が、いや、都知事をね、職を全うすべきだと思ってコロナ対策もやってきたけども、これだけの待望論が、これだけの都民の声、国民の声がいては、私が出ないわけにはいかない、とか言いながらですね、バッとこう出陣してくるというところの衆議院選挙の景色も一変するわけであります。まあ今日また他党の話をしてね、お前他党の話してる余裕なんかあんのかということで、まあそれは本当こうその通りでね、やっぱなんだかんだで一番あの票を食われるというか、第三極的なポジションにある、まああの大阪の地域政党から始まった日本維新の会が、今回の都民ファーストの会の立ち位置、小池新党の立ち位置とは一番ね、正面から衝突するわけですから、まあもちろん我々危機感を持っていきたいと思いますし、いやむしろね、私が一番多分この世で一番小池新党とかいうか小池知事に、ね、警戒心を持ってるというか、もう最大の敬意を払ってる、もう彼女の実力をね過小評価せずに、もう本当恐ろしいんだと、まああれは政界のハンニバルだと、もう隙を見せたらやられるぞと思ってるのは、まあ本当私だと思いますんでね、しっかりとこれは最大限の警戒をしながら、かといってね、まあ奇策はありませんから、本当にもう来るべき時に備えて、しっかり政策を磨いて、それをしっかりお伝えするね手段を確保しておいてですね、もう正々堂々とぶつかっていくと、まあそのつもりで準備を進めてまいりたいと考えておりますので、よろしくご指導ご鞭撻と、チャンネル登録、高評価、いいねボタン、そしてコメントでの応援をお願い申し上げまして、今日の Vlog とさせていただきたいと思います。明日の記者会見注目して見てみましょう。それではまた明日、さよなら、おやすみなさーい。